たと思います。ではまず代表からお願いします。はい、本日、連合と次期衆議院選挙に向けた政策協定を締結をいたしました。春の頃からですね、政策協定についての議論をしてまいりましたけれども、本日、7月になってですね、正式に連合と国民民主党との間で政策協定を結ぶことができ、大変力強くまたありがたく思っております。ご尽力いただいた連合の神津会長や相原事務局長はじめ関係者に感謝を申し上げたいと思います。で、春からずいぶん時間がかかったのはですね、率直に申し上げて長野補選やあるいは先般の東京都議会議員選挙における、共産党との関係に関して我が党所属議員やまた支援をいただいている連合の支援組合また組織からの懸念が出たので、その整理をですね求めてきましたし、総括を求めてまいりましたので、その点時間がかかったということであります。この点については特に直近の都議会議員選挙についてはですね、総括をしてほしいということについては枝野代表にも直接申し上げました。で、今回政策協定の中で特に5項目目に左右の全体主義を廃し健全な民主主義の再興を力強く推進するという項目が入り、その実現を志す候補者全員の当選を果たすべく連合とこの同じ内容を結ぶ立憲民主党と連携協力し一丸となって取り組むという内容になってますけれども、先月神津会長もですね、立憲と共産の連立は意味不明、閣外協力もありえないということを明言されております。その連合さんと同じ内容の協定を結んだ立憲民主党さんとはこの政策協定の実現に向けて、共に汗をかいていきたいということで、この内容で今日連合と我が党との間で政策協定を結ぶに至った次第であります。いずれにしても、今の菅政権、今回の金融機関を通じたあるいは卸業を通じた脅しのようなですね、行政手法の在り方については、この間の、安倍政権、菅政権の一つの政治の在り方を示した象徴的な出来事ではないかなと思いますので、その意味では、こういった政治をやっぱ変えていかなければいけないし、また、オリンピックも間もなく開会ですけれども、結局、水際対策に穴が開いたまま、命や健康に対するリスクをですね、コントロールすることなく、開催することになっているということについても、やはり問題だと思いますので、しっかりと次の選挙では、そうではない新しい政治の流れを作っていくために、我が党としても、連合の皆さんの力も借りながらですね、そういった政治を実現していきたい、そう思っております。以上です。はい、どうぞ。 NHK の皆さん、3点伺いたいんですけども、まずいずれも政策協定に絡んでなんですが、1点目は、この協定を結んだことで、どのようなその効果といいますか、この協定を結ぶことの意義をどのように考えていらっしゃるかということを踏まえて、率直な感想をもう一言いただきたいと思います。で、地方連合会ではすでにですね、次の衆議院選挙に臨む現職や総支部長に対して推薦が出ている場合もありますけれども、
連合本部からは出ておりませんでしたので、今回この協定を受けて120名を超える、候補予定者に対して連合本部から本体から推薦が出ると思いますので、その意味では現場のですね、地方連合会においては、まあ、国民民主党を応援していただいている三別、立憲民主党を中心に応援していただいている三別、それぞれありますけれども、まあ、その地域における候補者の、まあ、連合が推薦する候補者の応援体制が、まあ、より強固なものになるのかなと期待しております。内容についてなんですけれども、はい、先ほど左右の展開主義を廃止のところについて触れていただきましたが、はい、共産党との関係について今日協定締結の場で玉木代表から何か発言されたのか、はい、それに対して枝野代表や小津代表から発言があったのか、はい、今申し上げたような発言を私からしておりますので、当然ここはですね、左右の全体主義を廃止というのは共産主義共産党のことということで認識をしておりますし、まあ、これまで連合の中でもそういう認識で言葉が使われてきましたし、まあ、先ほど紹介した神津会長の先月の2回にわたる言葉、連立政権あるいは閣外協力についての考え方、連合として神津会長として明確に示しましたので、その連合が結んだ協定です。我が党ともそうですし、立憲民主党ともそうですので、当然その連合の考え方というのはここに反映されるし、それに合意するという中でこの協定が成り立っていると認識しています。今日発言があったかいなかったのでしょうか。私から発言しましたし、当然そういう認識だと思います。ありがとうございます。で、3点目がこの政策協定の締結に至るまでですね、この3社で、まあ、最初は結ぼうとして取られていたと思うんですけれども、それが、まあ、最終的に個別協定というところにもついて、でまた一方で立憲民主党と連携協力しという文言が含まれるということになりましたけれども、この、まあ、経緯をどのように認めていらっしゃるか、3社ではなくて個別ということをどのように考えていらっしゃるか。はい、それ先ほど冒頭私から話をしたように、まあ、形式的には2社ですけれども、文言上は3社出てくるという、まあ、そういうことです。で、これはまあ先ほどあったように、いろいろと、まあ、選挙もこの間、国政選挙、都議会議員選挙があり、まあ、共産党さんとの関係でですね、やはり我が党所属議員、あるいはそもそも連合の中でもさまざまな問題になりまして、そういったことを、まあ、連合さんの中でも整理をする中で、こういった形に落ち着いた、あるいはこういった形で進めることに、合意が得られたという理解です。はい、どうぞ。具体的に連合さんはお金をくれるんですか、人を出してくれるんですか、そういった具体的なことは聞きました？聞いてません。なんでそういうところをきちんと聞かないんですか、はっきり言って。まあ人を出す、お金を出す、いろんなケースがあると思いますが、まあ、地域によってもまたその連合の組織とのつながりの強さということによっても違うんじゃないでしょうかね。例えば私で言うと、人は出してもらってますけどお金は出してもらってませんし、お金も人も出してもらっているところもあれば、お金も人も出してもらってないところもあると思いますので、それはまた地域やその人のそれまでの連合とのつながりの中で決まってくるまで一律こうしてくれということを、まあ、何か機械的にお願いするものでもないのかなと思ってますので、あとはやはり基本的には地方連合会とその議員や候補者との関係ではないかなと思ってます。はい、どうぞ。今のところ衆院選に関して、はい、今いくつぶつかってるんですか。ぶつかってるのはですね、まあ3つですね。ただまあいろいろ引き続き選対委員長官で調整しておりますので、最終的にそれほど大きな問題になるとは思っていませんので、はい。ということは、
要するに玉木さんが欲しいということを言ってんじゃないんですか。欲しいと言ってるところもあります。はい、そこは交渉の途中にあるということですね。はい、じゃあどうぞ。読売新聞の和田です。よろしくお願いします。ちょっと通常政策協定はフルオープンなんですけど、今日公開されなかったもので、まず代表と枝野代表が連合会館に入ってからどういう流れ、3社での例えばその調印署名するときどういう状況だったのかと、記念撮影等といつもあったかと思うんですけど、そのあたりのちょっと流れを、はい、発言されて何があったのかちょっと教えていただけますか。ですね、ちょっと思い出します。まず連合会館じゃないんですね。だから連合会館取れなかったということ で基本的に今日も前回もそうなんですが、連合の中央執行委員会なんです。今日中央執行委員会で大事なことを決めたので、その際にですね、ちょっと割り込ませていただいて調印式をしたという形式ですから、基本的に中央執行委員会は非公式でやっていると思いますので、そのフォーマットの中だったと思います。で、署名はですね、させていただきましたが、まず、枝野代表と神津会長がサインをして、で神津会長と私がサインをして、で枝野代表と神津会長が写真を撮って、そのサインしたものを持ってですね、でその後神津会長と私がそのサインしたものを持って写真を撮ったと。でそれで挨拶それぞれ3分ずつぐらいして終わって出たということですね。ありがとうございます。でちょっとこの協定書の中身で確認させていただきたいんですけど、はい、下の方に四角に囲まれた部分がありますので、ここは協定するとなっていて、はい、その先ほど代表がおっしゃられた左右の全体主義のところを共有するとなっているんですけど、これ何か違いはあるんですか。ですね、1,2,3,4,5を共有しますよね、はい、で上記の実現のために以下のことを協定するということになっているので、2つのこの約束ごとの前提がこの5つのことを実現するための協定になっています。ですから、はい、5つのことをやらないためやらないということであればこの協定は成り立たないということですから、この5つを実現するために、国民民主党と連合はこの2つについて合意をしたということですから、その上の5つの実現するということが大目標になってますから、それとずれるために協力は逆に言うとないと。はい、今の結構です。どうぞ。フランス店の及川です。2点伺います。まず1つ目は都議選のことなんですが、共産党さんはかつて民主党系列が強かった東京においてすら19議席上回り、立憲よりも上、国民は惨敗でしたからゼロですけれども、そういう都民の世論、一生事があるのに、それでもなお共産党と組めないというのか、それが1点。もう1点が、昨日山尾修二先生が、ご質問されたわけですが、ひょっとしたら政治家、としての最後の質問かもしれません。山尾修二先生の引退についてのコメントをお願いします。はい、共産党がダメということではなくてですね、我々が申し上げているのは、衆議院の場合は政権選択選挙なので、じゃ自衛隊どうするんですかとか、日米安保どうするのか、天皇をどうするのか、その憲法1条に書いてあるこの憲法をどうするのかというですね、その国家観というか国家の運営の在り方についての基本的な認識が合致しないと政権を担えないと。で我々は小さくてもですね、やっぱ政権を担うつもりで選挙に臨んでますし、政治活動しているので、万年野党ではなくて政権を担うのであれば、安全保障などにおいて現実的な方針を取る人となら、ですね、あるいは政党となら、どことでも組めますけど、
そこの政権を担うことにあたっての現実性がないところと組むということは、結局政権を担いますという我々の主張が嘘になってしまうので、そこは誠実でありたいなということです。でもう一つ、山尾議員についてはですね、昨日まあ15分質問したのを私も見てましたけども、まあさすがに鋭いなと思いましたね。結局まあ今回いろんなこの騒動が起こったのも、彼女が月曜日に通達文を取り寄せて、そしてそのまあ会議先というか協議先を役所から聞き出し、まあある種政府ぐるみだということが分かり、でまた東京都にですね、一時支援金の募集要項の中に、そういう、まあ、取引しないということが入っている。ただその前提に6月11日のまた国の通達があったということを、まあ、指摘をし、結果それも撤回ということになりましたので、この3つの文書の撤回を、まあ、事実上やったのは山尾さんだと私は思ってますので、まあ、その意味では、まあ、非常にその点優秀だなということを改めて、まあ我が党所属の今議員ですけども、非常に優秀だなというのは思います。ただ政治家ですから、政治的な判断をどうするかということはご本人が決める話ですし、その思いは同僚議員として尊重したいと、そんな思いです。ありがとうございます。はい、どうぞ。今の件なんですけれども、まあ、政府がですね、まあ、飲食店、政府が飲食店の自粛の強化のために、はい、まあ、金融機関やその酒の卸売業者を通じてですね、まあ、働きかけをしようとして、まあ、批判を浴びて撤回したわけなんですけれども、まあ、その一連 の, 経緯とかですね、まあ、その責任について、まあ、どう考えかというのを伺います。はい、私はこれ今回の責任は重大だと思ってるんですね。というのは、あまり皆さんも報道されてませんけど、これ金融機関はほとんど政府系金融機関です。これで皆さんご存知のとおり、その普通のちっちゃな飲食店はメインバンクというか、その都市銀行の大きなところがお金なんか借りれませんよ。で苦しい中で政府系金融、昔で国金、まあ、日本政策金融公庫、あるいは商工中金、こういうとこからですね、政府系金融の無担保無利子とかでお金借りてやってんですよね。でそこを経由して、そのある種脅すようなことをやろうとしてたっていうね、このやり方そのものが極めて筋が悪いし悪質ですよ。でさすがに撤回に追い込まれましたけれども、こういうことをする政権なんだということが分かったのと、何が一番問題かというと、お金をケチケチして出さないからですよ。でやっぱりこれ元の特措法の改正のところに戻らなきゃいけないと思ってるのは、我々は北風と太陽と両方強化しろっていうことを去年から言ってきましたよね。で罰則を入れるんだったら明確な保証規模に応じた、あるいは業種を問わない保証を入れろということは法律まで出して我々ずっと主張してきました。ただ残念ながら最後、過料を50万を30万にする、30万を20万にするというバナーを叩き売りみたいなことが国対間で合意されて、まさに我々が指摘したようなこういう政策論がなされずに法律が通過をし、果たしてこういうことが起こっているわけですよ。だから、まあ、これ野党側にも私は責任はあると思います。賛成した野党にも。でただまあ振り返ってどうこうするわけにいけませんから、これからどうしていくかという中でですね、十分な保障をして安心して休めるような経済的支援を行っていくということを、やっぱりしっかりここで方針を出すべきだと思いますね。でこういうドタバタ劇を起こしているということからすると、もう政府の言うことは聞いてくれないと思います。これから政府は大きなですね、武器を失ったと思います。それは信頼という武器です。頑張って政府の言うことを信頼して従えばトンネルの出口があるんだと思えなくなったし、またそれ従ったらですね、頑張って従うと思ったら途中で撤回されるかもしれないということを見せつけられたので、もう誰も従わないと思いますね。でその中で問題なのは、感染を収める術を持ってないということです。
オリンピックがして外国人どんどん入ってきてますけど、じゃあ飲食店が急所だと、お酒が急所だと言って銀行や卸を使ってやろうとしたけど、その術を奪われたわけですね。あるいは自分でも放棄したわけですよ。じゃあどうするんだっていう手段がない。実は今瞑想とか漂流してますね、政府のコロナ対策は。それでオリンピックをするということは今とてつもないことが起こっていると思いますね。最もあってはならないことが今起こっていると。緊急事態宣言下で五輪を開き、かつ感染を抑える術を持っていないと。早急にですね、国としてはどうやって感染を抑え込んでいくのかということについてきちんと整理をして、国民に説明と納得を得られる、まあ、そういうですね、総理自身がきちんと語るべきだと思います。その意味でも国会を速やかに開いて必要な法改正や補正予算の編成ということを我々は強く求めていきたいと思いますので、まあ、明日にでもですね、憲法に基づく臨時国会の開会を強く求めたいと思います。はい、どうぞ。2点お伺いしたいんですけど、冒頭で立憲民主党さんにその共産党との関係の整理を枝野代表の実況で申し上げたとおっしゃいましたけど、具体的には枝野代表がそれについてどういった回答があったかとかいや、特段答えはありませんでしたけども、ただ連合東京さんもかなり問題視をしてますので、もちろん連合の中で総括すると思いますけど、連合と立憲民主党さんとの間でもですね、そこは一定の整理をなされると思いますし、ある種の総括をですねしていただかないと、まあ、次も我々じゃあ一緒にやりましょうということでやってもですね、またそうではないことが起こってしまうと、約束したことが反故になってしまうという、まあ、懸念が残っているので、そういう懸念を払拭するようなですね努力はしていただきたいということを申し上げました。この今回の左右の全体主義を廃するという文言では、まあ、懸念が払拭されたという、いや、まあ、ここで明確になったんで、そこはきちんと今後はですね、明確になるんだと思いますが、ただその都議会議員選挙の総括ということはまだ聞いておりませんので、まあ、そこはここで結んだ方針と合致するような形の総括がなされるものだと思ってますけども、ぜひそれはしていただきたいと、一定の整理はしていただきたいということは申し上げました。もう一点なんですが、前回の参院選の時の政策当選の時には、マスコミも入る形 で3人が発表する場合もあったみたいなんですけれども、今回ちょっとマスコミはコロナの関係もあるかもしれないですけど、そのマスコミも入れず、ちょっとその3人が握手した場面があったかわからないですけれども、ちょっとなんか立憲さんとの距離感という面では、前進しているのかどうか、その辺の評価というのは大変自分のつもりでよろしいか。3人並んでましたよ、でも並んでましたし、まあ、始まる前も枝野代表とはいろんなことをよく話をしてますので、その何をもって前進、何をもって交代とよく分かりませんけども、まあ、今日こうして、結んだということが、まあ、事実ですね。それ以上でも以下でもありません。どうぞ。朝日新聞の木原、最後の全体主義のところでもう一点伺います。都議選を振り返るとですね、共産党の候補者のところには立憲の人がいたり、国会議員がいたりとかですね、まあ、逆もあったりとかということがありました。で、新川幹事では先日の会見で、都議選と同じようなことがあったらですね、まあ、なかなか連立難しいねという趣旨のこともおっしゃっています。で、先ほど法に、まあ、これに反すると法になるという言い方もありましたけれども、例えばその衆院選の活動の中で立憲と共産がどういうことをするとこの協定が法になってしまうんでしょうか。まあ、そこはなんか事前に今なんか申し上げるような基準を持っているわけではありませんけれども、ただ連合の中でも、また三別の中でもですね、それはそれぞれ独自に判断基準を設けて、本当に応援していいのかどうかということについては、それぞれ何か判断基準を決めていくような話も聞いておりますので、まあ、そういったものも参考にしながら考えていくことになるのかなと思います。
ごめんなさい、追加で1個だけ、先ほどですね、枝野代表も会見をされまして、はい、同じような質問が出たんですけれども、はい、具体的にその共産党を念頭に置いていないという趣旨のことを言われたのと、あとこの左右の全体主義っていうのは、あくまで民主主義の対義語であるということをおっしゃっていました。でそこでもう共産党を念頭に置いているか否かでも、何かこう、お二人の中で認識違うのかなとも思うんですが、その点はいかがお考えでしょうか。いや、これ、共産主義、共産党のことだということで、連合の中ではそういう意見ですから、当然そうだと思ってます。はい、はい、角田の宮島です。左右の全体主義を廃止という言葉を外線で先生方が発することはありえないし、そういう政党がですね、政権取れると思わない。普通に考えたら非自民非共産党の政権を作ると、昔からそういうタームだったんだけど、なんでこの国民が読んでわからない言葉で政権を取ろうなというのか、その時点で私は戦争がかかるんですよね。逆に言うと右の全体主義って、左の全体主義は共産党共産主義なのに、右の全体主義ってのは何なんですかね。多分自民党だとは思ってないと思いますよ、皆さん。こういう言葉が出てくること自体、やはり野党は国民に背を向けているように思うんですけど、これどうでしょう。はい、そのご批判はしっかり受け止めたいと思います。ただいろんな経緯の中でこういう文言で今日合意をしたということです。なんで非自民非共産ということがならないんですか。昔の言葉はなかったですか。そうですね、その方が私も明確だと思いますし、2009年確か私もあの時政権を取った時はですね、当時1年生というかその初当選を目指す候補者でしたけれども、その非自民非共産、もともと非自民反共産だったと思いますけど、反共だったと思いますが、そこは明確にしてたんですよね。だから本当は私はそれぐらい明確に書かないと、本当の意味では政権を担う主体にはなれないだろうと思ってますが、ただいろんな経緯の中でこういう形になったと。曖昧なものだとですね、国民に伝わらないっていうのはもうその通りだと思います。もうちょっとバシッとね、分かりやすいですよ、その方が。自民でもない、共産でもない、もう一つの受け皿を作りますという方がですね、分かりやすいと思うので、私はそういう意味で、この5番目は返してます。はい、どうぞ。はい。先ほど代表は、共産党がダメだということではないともおっしゃったんですけれども、具体的に例えば共産党さんは今回野党連合政権の政策協定では二段構えで日米安保や自衛隊の部分は入れなくていいというふうにおっしゃっているんですが、それでそうしたの取り除いた政策協定でも立憲なんかにすることは容認できないのか。考慮を変えないんですよね。考慮は変えない。だからその二段階でもよくわからないですよね。二段階ということは次は待ってるってことですよね。だから備えてますよっていうんだったら、自衛隊なくしましょうとか、日米安保は破棄ですとかっていうのは次に備えていたら、それは政権とても私、いや、これ冷静に考えて、一人一人のね、共産党さんの質問ってすごいなと思うこともあるし、よく勉強されてるなと思うので、その意味では私は、共産党所属の議員の皆さんはね、否定したりする気は全くありません。ただ、その政権を取るということは、その国家の運営を担うという重い責任を負うので、そこはやっぱりものすごい現実性とリアリズムと、そのやっぱりじゃあ本当に自衛隊をなくして今のままでですね、我が国をと我が国の国民を守りきれるのかというのは私は他に浮かびません。だからもしそういうことであれば、そのやっぱり自衛隊にしても合憲ですと、あるいは憲法一条に書いている天皇を廃止しようということは言わないとかですね、もし廃止しないんだったら憲法改正する必要があるので、憲法改正しないとおっしゃってるんで、その辺はやっぱ整合性のあることを言わないと、結局これは旧民主党政権の反省でもあるんですけど、その基本のところを合致させないで政権だけとりあえず取ればいいってなったら瓦解するんですよ。だからそれは国民に対しての背信だと思うので、どういう政権を担うのか、どういうチームで担うのかっていうのは誠実にお示しした中でやっていくということが
私は正直な政治を掲げる我が党としてはですね、そこはやっぱり明確にするということが大事だし、そのことをまた野党第一党である立憲民主党さんに求めているということですね。もういいですよね。その都議選で具体的に改めて何が容認できなかったのかということと、まあ、それと類似のことが衆議院選挙に繰り返されてはいけないということになると思うんですけど、何がいけないのか。まあ、ある選挙区においてですね、まあ連合が推薦する候補についてはできるだけお互いに応援しようというのが、まあ、両選対委員長間の内々の、まあ、合意だったんですけど、まあ、ある選挙区において我が党と立憲さんは出ていなくて共産党さんが共に出ているところで、我が党ではなくて共産党さんを、立憲民主党所属の総支部長さんや、まあ、中には、現職の議員が応援したという、これは明確な事実なので、そこはちょっとさすがに違うんじゃないのと。でなぜそうなったのかということについてはやっぱり整理してもらいたいなというのは当然の要求だと思います。つまり衆院選ではその小選挙区で国民民主党さんと共産党さんが仮に競合するところが出たら、その場合は国民民主党さんを立憲さんが応援するということが大事だということで、その必ずしも政策協定を規制するものではないということでしょう。立憲さんと共産党ということがここに書かれている内容だと思うんですけどね。要は立憲さんと共産党さんが政策の一致点になる、まあ、政策協定のようなものを今後結ぶことを容認できないという意味ではない。ああ、結ばれるんですかね、そういう。共産党さんは求めていますけども、うん、いや、何を結ばれるのかそこはよく分かりませんが、当然この連合と結んだ協定が中心になるというか、それであればどうなんでしょう、もうこれが全てだと思ってますけど。はい、はい、どうぞ。です。はい、先ほど枝野代表はこの政策協定に関するぶら下がりの中で枝野代表が考える政権構想について国民民主党さんに現実を呼びかける考えがあるかということを伺ったところ、すでに事実上呼びかけていて、それをどうするかどうか国民民主党さん次第だという趣旨のことをおっしゃっていましたけれども、玉木代表として今回こういう同じ内容の政策協定を結んだということで、その事実上の段階に向けているという連立に対してはどのようにお考えですか。まあ、お話はしていきたいと思っています。でこれ政策協定といっても政策のことほとんど書いてないですよね。なので本当にもし連立ということであればかなり具体的に財政政策、経済政策どうするのか、エネルギー政策どうするのか、農業政策どうするのか、多分野にわたって多分議論しなきゃいけませんので、これとはまた別にですね、党と党でいろんな議論は行っていかなければいけないのかなというふうに思います。でこれはまあ前からも言ってますけど、そのじゃあ連立を組んだときに、その連立は我々以外に他の人がいるのかいないのかっていうのがその連立政権の一番重要な要素だと思うので、2つあって、その連立はまあ自公もそうですけども、基本的な政策合意がやっぱり党と党との間でいるということと、もう1つその連立の全体像ですよね、そこが見えるということとセットだと思いますので、まあ、そういったことについては以前申し上げましたよく枝野代表とはコミュニケーションはですね、しっかりしていきたいと思ってます。初めての方いませんか。じゃあ最後、はい、どうぞ。浜松さんたちは誰に言ったりはありませんけども、そんな難しいことをですね、外線に言っても誰もわかんない。つまり、一般国民に訴えるんですか、それともですね、組合のエキスパートの人に訴えるんですか。はい、これはですね、連合と我が党の間の政策協定なんで、ある種の我が党と連合の内部文書だと思います。で、当然一般の方にはですね、もっと分かりやすいことで訴える必要があると思いますし、まあ、正直この内容については我が党所属の議員からもですね、難しすぎて分からないというですね、声もいただいたんですが、ただいろんな経緯の中でこういう文言、こういう内容になっているので、まあ、最終的には党所属の議員には納得をいただいて、
今日に至ったということです。あのご指摘はしっかり受け止めたいと思います。それとですね、もしも外選でですね、はい、選挙戦が始まった時にですね、はい、の聴衆からですね、はい、共産党と一緒にやるのか、はい、と言われたらどうしますか。まあ、やるっていう意味によりますけど、その共に政権をこやると、連立を組んで共に政権をやるということであればやらないです。はい、それからですね、ちょっと都議選の総括なんですけども、はい、まあ、私の選挙区民主党票ですけども、はい、初めから自民党の新人に出ました。それから都民ファーストの現職が出ました。それから石毛茂というですね、都民ファーストに行ったりへんてこなおじさんが出たんですけど、その後で共産党が井出茂さんという人を出しました。で4人でやって定数2なんですけどね。それで国民民主党のポスターも民主党票にいっぱい貼ってあります。玉木さんは国民民主党を支持してくれる人たちに対してどのようにやってくれということを言ったんでしょうか。まあ、玉木さんとかですね、国民民主党の、バッジ組はですね、民主党票には来なかったんですけどね。あの候補者を立てることができなかったので、あの個別の特に選挙期間中の活動っていうのがもうできていなかったのは事実ですね。いや、ですから、はい、そのまだ国民民主党に席を置いている人とかがどれくらいいるか分かりませんよ、民主党にね、はい、その人たちには、はい、何に入れてくれということを言ったんでしょうか。何も言わなかったんでしょうか。あ、そこは、まあ、候補者が立っていないところは基本的には、まあ、自主投票で判断を委ねていましたね、そこは。はい、まあ、もう少しその選挙区外のですね方についても党員サポーターいらっしゃいますから、あの少なくともあの投票はですね、明確にここだというのができなくても、運動論として、候補者の出ているところに来ていろんな活動をしていただきたいということを、あのもう少し呼びかけるべきだったかなというのはですね、そこはちょっとあの振り返っての反省ですので、今後に生かしていきたいなと思ってます。はい、はい、どうぞ。はい、あの玉木先生、確か大阪の関税部におられたと思いますけど、昔ですね、あのいわゆる国税の国税職員のクラスターの問題、まあ、西村さんの関係もそうですけど、はい、それから、まあ、水際やそのプリムラのですね、外出自由、どうもその行政の最前線の現場がですね、フォーメーションが壊れて崩れてきちゃってるんじゃないかと、こういう状況で、まあ、あの感染爆発というか線を越えてきて、これ果たして世界に対してですね、やっぱり国威を発揮するようなね、五輪ができるのかと、一番頑張らないといけないその行政の現場がですね、フォーメーション壊れてるんじゃないかという懸念があるんですけど、まあ、特に国税ですね、話は話ですけど、もっとおられたらどうお考えになるのか、それを伺いたい。はい、あのまあ、国税もそうですし、今回実はですね、あの銀行やあの卸に出した文書を見てですね、私、まあ、役所が壊れ始めてるなと思ったんです。で何かというと、まあ、あの細かい話なんですけど、私1年生の時によく行政文書を書かされる時に怒られたことがいくつかあって、一つはですね、あの記すって切って書くでしょ、だいたい切って書いて、で下記の通り何とかしろってなってるんですが、切って書いた場合は必ず下記の通りって書かなきゃいけないんですけど、それは以下の通りって書いて、それをチェックもされずそのまま行政文書になってるんです。もう一つは以下何とかという、以下括弧何とかというのもですね、以下の後点打っちゃダメなんです。これ結構初歩の初歩で注意されるんですけど、以下点なし鍵何とかという丸鍵閉じみたいな形なんですね。それが点が残ったままになってます。つまりかなりバタバタしてろくなチェックも受けないで、現場の行政官が事務連絡なんかを出さざるを得なくなっているのが、あれを見て多少行政文書を書いた人間が見たら分かるんですね。でこんないい加減な文書で憲法で保障された経済的自由やその営業の自由を阻害しようとしていたのかということ自体が末恐ろしいなと、恐ろしいなというふうに思いました。ですから相当行政の現場、末端の職員、もう
疲れてるし判断能力が落ちてるんじゃないかなと。これではおっしゃる通り世界と戦うことはできないと思いますし、今オリンピック始まろうとしてますけれども、感染拡大を抑えることはできないんじゃないかな。ちょっとそういう小さいところからもですね、ほころびを見ることができましたので、まあ、ここはまた与野党を挙げてですね、日本の行政のあり方を、公務員のあり方をどうしていくのかというのは、国家戦略として一回見直していかないといけないな、そういう特別なチームを立ち上げるようなこともしていかないと、どんどん劣化しているし、止まらないなと、大変な危機感を感じています。はい、その他いかがでしょうか。はい、もう最後です。はい。まあ、高橋さんね、その国家公務員をどうしようというのを作ると、それはまあ国会議員が作るわけですよね。その国会議員がね、まともに会見もして説明もしないで勝手に公金をもらって逃げてるような野蛮みたいなねことをね、やらせないでくださいよ、本当に。はい、あのなんかね、罰さんですよ、本当に。遊んだやらね、駐車場をごまかしたりね、それから立憲のね、本田平野みたくね、本当、それから西村智奈美みたくね、いやしいですよ、いやしい。ね、黒山三郎さんが書いたね、石田ですけど、そうにしてやるのは非ではないと。とにかく非ですよ、本当に。国会議員もね、本当に落ちました。あなたもね、大平さんを見てて、森田新聞さんを見てて、これから見ると落ちてるでしょ。まずね、国会議員が反省してくださいよ。はい、まあ厳しくですね、福田さんのご意見は受けたまわりたいと思います。まあ、公務員だけではなくてね、全体としてのやっぱり尊厳ある国家というのを、それは行政権を担っているものも、この立法府に身を置くものも、そして、まあ、究極一人一人のですね、国民も含めて、やっぱり誇りある社会や誇りある国家を作っていくっていうのは、まあ、特にそういう高い地位にあるものが率先垂範して示していかないと、崩れ去っていくのかなと思いますから、私自身も自戒を込めてしっかり身を処していくということが大事だということで、ご意見をしっかりと受け止めたいと思います。はい、はい、ではこれで会見終了いたします。ありがとうございました。